こんばんはじゃないこんにちは。こんにちは。さっきからショックが止まんない。こんにちは。暑いね今日。びっくりした。さっき外出て暑くて。尺が止まんない。気持ちいい。さっきさ出かけた時にさ可愛いのがあったから買ってきちゃった。サンリオキャラクターズウェハース、コギミョンがいたから買ってきた。コギミョン何が出たら嬉しいかな。コギミョン、コギミョンか、トラキフルミバージョンのやつもあるんだ。マメラちゃんとクロミちゃんとシナモンとプリン君とマチャコと岸田さんとハンギョドも、マチャコとタキシードさんも好きなんだよね。これいい、珍しいキャラもいる。買ったやつ今日さっき買ってきた。このキャラも可愛い。これ。そこへ見て、この小犬めちゃくちゃ見るかな。これ。これだよね。これ。これ。ああ見づら。これ小犬なんだけど。レア、レアはね。シナモンとポンポンプリンとポチャッコ。これがレアスペシャルカード。あとなんかキャラパキ買っちゃった。可愛すぎて買いたくって、どうしても2個買っちゃった。2個買った。これどれが出るか分かんないんだけど、なんかパッケージはシナモンとマイメロとキティちゃんかなだったんだけど、この2つにした。何が入ってるか分かんないけど、これはねキティちゃんとシナモンとポンポンプリンとマイメロとクロミちゃんとポチャッコとリトルツイストとキキララとハンギョ。いやリトルツイストとかしない、キキララ出てほしい。ポチャッコも嬉しいけど、引っ返した。これ100円ぐらい、こっちが130円か40円ぐらい忘れた。これはねウェハース入ってるね。こっち開けようかな。ちょっとカード気に入るか開ける。さっき買い物行った時にあったから買ってきた。よいしょ。何、あなんかこれ壊しそうだな。ウェハースだからちょっとティッシュ行こう。ハースはちょっとこぼすよ。買います。カードじゃーん。
バツ丸、え、かわいい、寝てる、バツ丸が寝てる。すごいウーハースの缶ついてるから開けちゃおう。開かない、開かない。あ、いたいたいた、かわいい。バツ丸だ。これ最近発売されたのかな、わかんないや、いつ出たのか。そんな最近あんまり情報を追えてなかったから。よいしょ、ウェハースのかな、かわいい。バツ丸、バツ丸だ、かわいいね。ちょっと後であのカードのやつにしまっとこう。カードここにあるか、取れるかな。あ、危ない、椅子が回っちゃう。え、はい、カードのこれはどこ行ったっけ。え、どこだ、見えないんだけど。え、これ合ってる、ちょっと待って、ここの下にさ、気がする。どうだったっけ、どれだ。いや、こっちか、下に落ちてる、ないんで。私のカード、反対か、カードケース、サンリオのサンリオのカードたち。ここに、ね、このさ、このボンボンプリンのカード、これこれめっちゃレアなカードだし、めっちゃレア。なんか3バッグあって、ノーマルとレアと、ノーマルとレアと、なんだこれ、なんかスペシャルカードみたいな、そのスペシャルなやつ。このね、これはね、ポンポンプリンのサイン付きのカード、見えるかな、見えたのかな、わかんない。プリンって書いてある、プリンくんのサイン。かわいい、これレアらしい。レア？あ？違うか、こう一番レアなやつ。そう、オッケー、入った、しまった。バツ丸だった。じゃあ後でウェハース取るよ。ちょっと今食べたらめっちゃこぼしそう、椅子の上に。嫌だ、椅子の上にこぼしたくない。ちょっと後で食べる、壊れちゃいそうだ。ウェハース開ける時でさえめっちゃこぼれそうだし。え、ちょっとこっちのチョコレート食べよう。どっち開けようかな、片っぽだけでいいや。行こうかな、タッパはまた後で違う次に食べる。シナモンの方が一番欲しかったのホギメンだけど出なかった。
バツ丸でバツ丸も可愛かった。でもこのこれ入ってるキャラどれが出ても多分可愛い、みんな可愛い。このシリーズのやつめっちゃ可愛い。200円、あ、さっきのカードの、さっきのカードは130円か40円ぐらい、覚えてないこれキャラパキは100円だった。あ、税抜き確か違ったけど、税抜き100円だった。あ、違う。さあこれはキララかポチャコまで出てほしい。他のキャラも全部可愛いんだけどね、出てるキャラ。ちょっと破っちゃったけど、めっちゃチョコの匂いするチョコ。じゃあ何のキャラかな。あ、来ないわ。いや、これめっちゃ嫌いじゃないわなんかなんかちょっと、あ、危ない危ない危ない、落ちる落ちる。お、かわいい。やめろ。メロちゃん、え、かわいい、えってめっちゃかわいい、これかわいい。これね、なんかね、白いのはホワイトチョコで、でこう普通のチョコでしょ、でピンクのがいちご味のチョコで、紫がブルーベリーらしい。かわいい。アメロだ。食べよう。これあれなんで、ね、折らないように。ちょっと絶対手も折れる、これ。よいしょ。ティッシュ持ってる。かわいくて食べられ、いや、もう普通に食べちゃうよ、私は食べちゃう。かわいいけど、めっちゃかわいい、かわいいけど食べちゃう。入りのチョコ好きなんだよね。うん。よいしょ。むずくない、終わるの。あ、めっちゃ手にチョコレートがもっと溶けてついてる。ブルーベリーになっちゃうから。おいしい。ブルーベリーのチョコあんま食べたことなかったけど、おいしい。めっちゃ溶ける、やばい、手で持ったらこれ溶けちゃうかな。冷蔵庫さっきも入れてたんだけど出してきてた。まあいいや、あと入れると大丈夫か、うん、大丈夫なはず。どんどん変えたか。もう一回見せて、これでも結構砕いちゃった。え、美味しい。お、え、これ綺麗に取りたいな。マイメロ。めっちゃ手が汚くなってる、やばい。あとめっちゃ手にチョコついてる、溶けてるわ。マイメロ綺麗に取りたい、これ。あ、やばい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 、チョコレート溶けた手で触ったらマイメロが汚れちゃった。
もう食べようかな。メマメロは汚れちゃった。もうそのまま食べちゃおう。あきらめた。本当はね割って食べるやつなんだけど、もういいや。箸こっち、扉の向こう持ってこれない。うん、ミラーボールありがとうございます。ありがとう。マメロ食べてると、マメロの顔残ってる。まだ。美味しいけどやばいな、これ夏にやると。暑くてチョコが体温で手が、あのチョコが溶けて手がやばい。上の部分トイレさんテコドルウェットティッシュな、それな、それ。あったってあんな。うん、こっちやばい、マジで。めっちゃ溶けるんだってこれ。めっちゃ溶ける。レナさんも食べたいけど絶対椅子の上にこぼしちゃうよな。やめとこう。椅子の上にこぼしたら大変そう。やめとこう。美味しかったチョコ。ちょっとこのマイマルちゃんのやつはまた今度食べる。初めて食べるか分かんないけど。いやね、本当はねこうやって食べるやつなの。これなんか切れるようになってるから、それを切って食べるやつなんだけど、ちょっともう無理だった。結構溶けてきてて、もういいやと思って、そのまま食べちゃった。こうなんかこうパキってできるよみたいなやつなんだけど、諦めちゃった。でもさっき止まった、気づいたら走り始めた時ずっと待ってたけど止まったわ。
してんな。ちょっとリップもらおう。ちょっとリップ塗ってくる。筆色がない。発色だよ、発色？血色だよ、血色。血色？本当何も塗らないとね、全然色ないんだよね私。色ないから。塗らないとやばい。口の色何もないから。今もねめっちゃ薄く塗ってんのこれ、リップ。塗らないでこのぐらいある人もいるけど、いいよね。塗らないとないんだよね、ほんと色が。普通のリップ、もうちょっと濃いやつなんだけど、これ塗って薄くつけてる。スピニフさんにリップ塗っちゃうと浮いちゃうから、浮かないように薄くしてる。かわいいのがいる。さっきもね、なんか最近ずっと普通にテレビつけてるのはつけてるんだけど、普通の番組見ずにずっとなんか YouTube 開くか TVer 開くかしてる。全然普通に何も番組見てないや最近。さっきもね YouTube の切り抜き見てた。切り抜き見ながらご飯食べて。続け、いやまだ続ける予定ではいるけど、わかんないな、いつかそのなんか違う色にしたくなったらするかもしれない。今んとこね下色がないから、これなんだけわかんないや。とりあえずそう、次染める時も暗い、もうちょっとしたら染めると思うけど、1ヶ月ぐらい経っちゃうからそろそろ。あ、暗そう。次は暗めで染めるつもり。次は、うん、次も一緒ぐらい？次はってか一緒ぐらいにするつもりだけど。でもなんかだいぶ結構茶色くなった。今また色落ちしてるわ。そりゃそうか。1ヶ月ぐらい経ってるから、そりゃそうか、色落ちはしてるか。どんぐらい経ったっけな、いつ食べたっけ先月、覚えてないな。いつ食べてたっけな私。エントの日の前に行ったはず。あ、ちょうど1ヶ月ぐらいか。じゃあ分かんないけど、銀髪ウルフ、銀髪ウルフはしないかも。銀髪はしなさそう。分かんないけど、分かんないけどね、その時に
したければするかもしれないけど、じゃ今は今はしないわ。ウルフも今はしない。いつかしたい。ウルフ、ロングウルフじゃなくって短い、めっちゃナチュラルなウルフがしたい。いつか。とりあえず成人式終わるまでは髪切らない。長いよね。成人式終わったらするかもしれない。わかんないや、どうだろう。その時にしたいかしたくないかに。いや今思っててもさ、この髪型したいなと思ってても先のことわかんないもんな。その時にしたいかなんて、他に別になんか髪切りたくないなと思ってるかもしれないし、中でもかなり長い。いやそんなに普通、普通ってか長い人多いからな。結構かなり長い方ではないかな。かなり長くはないと思うけど、ロングではあるけど、うん、そう、そんなに言うほど長くはないか。ロングも可愛いけどね。結構長めのロング可愛いけど、短いのも好きなんだよな。ちゃんくらいでしょ。なぎちゃん、なぎちゃんあれボブじゃないの。ショートってよりボブじゃない、違うのかな。ボブなんかね、ボブにしたいわけじゃないんだよね。ショートのウルフ、ミサとどっち、ミサ、どっちだろう、わかんない。一緒ぐらいじゃない、わかんないよ。ハイトーンもきつい。ハイトーン似合うかな。でも大変そう、ケア。ハイトーン、まあ、ハイトーン1回ぐらいはやってみたいけど、めっちゃ明るいやつとか1回ぐらいはねやってみたいけど、ちょっとそうだね、言ってはないけど。充電がなくなってる。早いね配信。配信始めた時 40% ぐらいあったのに、もう 20% 使ったのか。早っ。あ、今の Wi-Fi じゃないよ、充電ですね。普通に充電できてるはず。いやさ、40% あったからさ、充電器刺さないでいたの。いやどうせなくなるだろうなと思ったけど、配信してる途中で。じゃ 40% の時点でちょっと刺したくなかった。通知来てからがよかったから無理だ。でもさ、20% 台になってからさ、こうさすることできないから通知来てから止まっちゃった。なんか 40% の時点でまあさして配信してもいいけどさ、バッテリー悪くなりそう。こう充電しながら配信するのも悪いとは思うけど、良くないとは思ってるけどさ、仕方ない。これはカラー色でオレンジ、カラー色でオレンジとか似合いそう。
黒色でアレンジか、黒色、そうだね、いつかするかもしれない、わかんない予定はないけど、とりあえずはずっと同じような髪色でいくつもりだけど、飽きるまではランチに譲る、あ、配信は、配信13時になったらランキングで終わる予定、配信はその時間で、夜もするよ、夜公演終わって帰ってきて配信する、何時か分かんないけど、23時前からできるかな、分かんない、微妙なところ、23時台にやってると思う、PC 買うの、いや PC は買う買うけどちょっとまだね買えてないんだよな、ネットで買うつもりなんだけど、ネットのページすら全然見れてないや、そうだな、いろいろ一旦終わったから、終わってからだな、雫とか公演が終わってから、公演でもなんか公演終わってっていろいろしないといけないこともあるから、そのってしてたら月末になりそうだけど、月末は月末でレッスンがいっぱいありそう、わかんないけど、いつになるかな今月中に会話したいんだけど、今月中にある、いつかやるかな、微妙だな、すっごいですよ、移動稼働するのどうなんだろうね、あんま詳しく知らないよ動くのかな、わかんないな、どうだろう、わかんないです、私も、アンドロイド携帯、アンドロイドはキッズスマホってあるアンドロイドに入るのキッズスマホぐらいしかない、それ自分の携帯ずっと iPhone だから使ったことあるけど、そのお母さんの携帯とかで使ったことはあるけど、そんぐらい、時間8日の2時だったよ、何の話だっけ、ああ iPhone の iPhone のなんだ、新しいの発表のことか、あ、なんかと思ったセリアル、セリア、そうだね、確かに全然、まあ確かにセリア動いてたら気をつけないといけないからね、セリア、でもまあでもやってることは一緒だしな、どうだろうね、全然っていうほどでもないかも、違うけど、でさ、PC 買ったらさ、ここら辺をこうパソコン置くのね、パソコン置くから、そう、やっとネッシーを袋から出して飾ろうと思ってて、ずっと袋に入ってる状態で飾ってあって、いや置いてあって、飾ってあるっていうより置いてあって、そう
っと BGM 買ったらいろいろここら辺もね今ごちゃってなってるから片付けて BGM 置いてって配信のねその配信するカメラの位置とかもどうしようかな、それも考えないといけないんだよね。そう、そうここら辺パソコン置くために全部片付けないといけない。今なんかいろいろ置いてるけど、筆箱とかなんかいろいろ置いてるんだけど全部片付けないといけない。モニター置いたりとかしなきゃ。そう、まだ袋に入れてる、汚したくないから。ネッシー、水色ネッシーかわいいよね。そう全部のネッシー集めたいけどちょっとそんな置くスペースないのと、ママするからねこれネッシーたくさん買えない、乗らないわ。ちょっとどれだけ不安でセリカ出したよ先生。ねドローン鏡ねいつからだっけ、私が出た時先月の何日のやつだっけ、私が出た時に出た時がそ なんていうのその稼働、ドラクエで初めてセリ稼働する時私出てたよ先月やってた時、十何日確か忘れちゃったけど日にち知ってるよ稼働してるのそうどれだけ2週間半ぶりぐらいやな、なんか絶妙に不安。まあいけるよね、17ね、これ17か、17だからセリカ動してた、動いてたはず。そう雫はねセリ動くようになってから初なんだけど、どんな風に動くか、そもそも動くかもあんま分かってない。どうなんだろうね、動くのかな。8人になってからね一回も動いてないからどうだろう。確かに動きそうだけど分かんないや。違うならないと思うちょいいやとりあえず今日はビーコインだからビーコインって明日からまた静か公演の練習してファンデクさん、いやでもそういうもんだよいやもうねもう毎日なんか1週間ぐらい毎日やってってだったらそんなもうあれかもだけど、毎日めっちゃ本当に毎日1日も休みなく毎日やってみたいな感じだったらあれかもだけど、あ次の日もまあ同じやつだからまあ大丈夫でしょうぐらいな感じでいけるだろうけど、いや開くとね不安なんだよな普通に慣れないよいつまでたっても無理だいけるっしょってなんないわ、めちゃくちゃやってない限り無理だ。そう今日いるよ、緊張する
った。いや緊張はそんなしなくなった。緊張はね、緊張とかは慣れちゃうね。なんかもうなんか本番前までは緊張するけど、始まった瞬間そんなにしないかも。始まったらもう、始まっちゃったらもうやるしかなくなっちゃうから緊張しないけど、始まる前とか緊張する。コンサートとか始まるってなる始まるって、始まったらそこまでか。始まる前が一番、始まる前、そうだね、始まる前とか、始まるまでが一番緊張する。でも初日の時とか特に、始まってからはそこまでなんだけど、そうだね、始まる前までがね、その当日のリハの時とか、リハの時とか始まる前が一番緊張するかも始まってからはそんなに、あれだろうね、そんな緊張とかそんな考える暇がなくなるからなのかな、わかんないけど。わかんないけど でもね、これ普通に毎回めっちゃ緊張とまではいかないけど、普通に始まる直前、あるじゃん、こうなカーテンみたいなんでなってるじゃんステージの前、それが閉まってる時にこうなんていうの、後ろにスタンバイする時、その時は緊張するかもしれない。少しだけ緊張、始まるってなる始まったらそんなにだけどね。早かったい、B 公演はそんな大変、早替えっていう早替えそんなない気がする。私 B 公演の早替えがあるとしたらユニットで、ユニット私1曲目と最後から2番目の曲で、1曲目だから結構余裕がある人、一番余裕がある人かもしれない、そのユニットの中で着替える時間余裕がある人多分。一番最初残念少女やって、その間に2曲、2曲違う、1曲間違えた、1曲か、1曲だけど、まあ早替えっちゃ早替えか、早替えか1曲だよね、間靴写しがあって、曲、え、合ってるよね、じゃあ不安になってきたわあ、そうだね、そう1曲だけど、でもなんかめっちゃ着替えづらい、なんか着にくい衣装、脱ぎにくい衣装でもないし、その前後の衣装が結構余裕ある、いつも。いや違う、その後なんだ、私が余裕があるのは、その終わった後、その最後だってなんかちゃんと充電できてなかった、なんでだ、 10% の表示が出ちゃったでもまた今確認したから多分大丈夫。あれだ、ユニットは1曲目と3曲目なんだ1曲目と3曲目だ、そう、あ、だから早替えっちゃ早替えなのか、3曲目だけど1曲しか間がないから
けど、そんな着づらい衣装じゃないから結構余裕があるから。で終わって2曲あって、次中盤の曲でしょ。2曲あってプラスでちょっと MC もあるわけ、自分が出ない MC があって、中盤の曲だからそこめちゃくちゃ余裕ある。と私が一番余裕ある人だと思う、その私のポジションがユニットで B 声だとね。雫もか言うて、で雫にポジあるからな今。フルーツスノーと君は僕の風やるポジションは、まあ、一番最初の曲と最後の曲だよね。そうだからそれも結構あれだね、余裕あるね。うん、でもう一つのポジションがマリアと君は僕の風だけど、そのポジションはその自己紹介最後まで行って、次のユニットですみたいな、次ユニットですみたいな感じで履けて、そっから急いでの急いで着替えて、そのフルーツの間やってるように急いで着替えてマリアだから、そこは大変かも。でもそこぐらいかな、言うほどない私は。そこだけ、次の曲別に徘徊じゃないし。そんぐらいかな、そのマリアの時だけが急がないとって感じか。その一曲のもう始まる時に履けてるようなもんだから、履き切って始まってるわけじゃないから、だからなんか忙しいかも、そこが、そこだけ。ピンク衣装、あー B 公演のオープニングかな、あれめっちゃ着てるんだよね、3着着てて、あれは着にくいかな。でも一番最初の衣装だから、その途中の着替えで手こずるみたいなのがないから、でもその衣装かもしれない。あれはね大変、結構いやオープニングだからね、結構余裕を持って着れるから全然大丈夫だけど。次の雫声もどっちでしょうね、どっちのポジションでしょう要するに中役も最初から、あ、なんか羽織ってる、着てるやつ、あれはね最初から着てない、あれは履けてそれ裏に置いてあって、それを取って出てきてるから、あれは着てないんだよ。それは着てるけど全部あれだけは裏で撮ってる、もともと置いておいて。それが全部聞こえてる、いい声、オープニングのやつ。スパーツは金曜日発売、新しいの？金曜、いつだ、何日だ、9日、もうちょっとじゃん。スプラトゥーンやる人多そうだね、なんかメンバーでも多そう、やる人だって待ってる人多いもんね、なんかもうちょっとだみたいな感じで。きなこもやるって言ってたし、多分言ってた気がする、やるってきなこスプラトゥーン好きだもんね。スプラトゥーンは結構やってる人多いイメージある、エペいないけど
なんかあれだよね、そういうさ、こうゲームソフトとかだとさ、こう新しい新作が出るたびに話題になるじゃん。エペってそういうやつじゃないからな、こうどんどんシーズンごとにさ更新されてって、だからそうだからあれなんだろうけど、楽しいけどね、いないんだよな、やってる人が全然。いなこ少しだけ時々、本当に時々してるっぽいけど、そんなにしょっちゅうって感じではなさそう。時々してるって感じっぽいけど。でね、いなこは PC だからな、PC 買ってからじゃ練習できないわ、私が。みたいな機会どうやった動物じゃないのはね。レミちゃんとレイちゃんか、3人いますね、私のポジション。うん、やるところ今日だけ。本当にそう、エペ一緒にやってるの弟だけで、で妹もなんか最近やり始めたらしいんだけど、中学生の妹も。弟と妹がさ、同じスイッチでやってるから、3人一緒にするってことができない。3人一緒にするってことができなくて、そう、弟としか私やったことないんだけど、ランクをやりたいから。PC 買いたいね。PC 買ったら、まあでもあれなんだろうけど、エペやってる人はそもそも少ないからな。PC 買っても結局はソロランク回してそう。どっちポジか分からなくて泣いてます。どっちだろうね、どっちだろうね、すぐそうだね、びっくりした。難しいね。弟と京香ちゃんで2台持ってない？あ、持ってますよ、それは持ってる。違う、妹と弟が共用で使ってるって意味、私は持ってる。私は持ってる。またブロンズで沼る。沼ってたのはあれだよ、シルバー。ブロンズでは沼ってないよ、私もうシルバー戻ったよ。今シルバーですよ、シルバーネオン。そっからやってないけど。シルバーネオン上がってから、あの日はやってないわ。エペ開いてない。開いてないんですけど。本当に痩せしないです。どうでしょうね。どっちのまで。まあでも久しぶりではあるか。どっちにしろ久しぶりか、どっちのポジにしろ久しぶりではあるけど。
あ、PC に変えたら、 PC に変えたらブロンズ沼るかな、わかんないな。まあでもレベルが上がるよね絶対に、どこのランクでも。 PC の方が上手い人多いから、なんかブロンズでも上手い人普通にいそうだし。あ、チキンバーガー食べたい。いつからだっけ、もうすぐで始まるよね多分、わかんないけど。チキンバーガー去年食べたっけな、食べた記憶ない。なんかあれが食べたいんだよね、なんか月見パイみたいなやつ、あれが食べたい。なんだっけな、白玉小団子となんかあんこかなが入ってるやつ、あれが食べたい。チキンバーガーも食べたいけど、あ、明日からなんだ。明日か、明日多分行かないなあ。またいつかだな。あ、そう、ミスタードーナツも行きたいんだよね、さつまいものやつ、あのシリーズ全部食べたい。いや、この間買おうと思って、全部買おうと思って行ったら全部売り切れてたから、ちょっとまた買いに行かないといけないわ。地方じゃないか、久しぶりのポジ、確かに。あ、でも久しぶりの方だよ、久しぶりの方。今が最後に食べたのいつかな、言うほどあんま食べたことないんだよね私。美味しいけど、あれ食べたい、食べれそうだった。もうあれだな、イヤホンさんで食べるの忘れないようにしないと。このまま放置していっちゃうと食べないと、ちょっと入ってるから。でこのチョコレートは冷蔵庫に入れる、忘れないでしょ、こういうとこ溶けちゃう。グラコロ、グラコロ冬だね。グラコロはね好きなんだよねあれ。あれ、そのマックのさ、なんかシリーズ、なんか期間限定で出るシリーズのやつでさ、一番好きかもしれないグラコロが。グラコロはめちゃくちゃ好き、マックの期間限定のやつで多分一番好きか。あれも好きだけど、ガーリックシュリンプみたいな食べた、この間、この間1ヶ月ぐらい前に。カリックシュリンプも美味しい、最近やってたやつ。あれね、前やってた時も食べたんだよねカリックシュリンプ、美味しくてまた食べたくって食べた。これ12月か、あと3ヶ月ぐらい。グラコロは絶対に食べたい。マック頻繁、マックそんな言うほど食べないな最近。久しぶりに食べた、先月行ったのも。好きなんだけどね、そういうハンバーガーとかファストフード好きだけど、最近あんま食べてない。そう、その1回しか行ってない。マック行きたいけど、ほんと
ワリクシュリンプ食べたくていいと。あとなんかラムネのシェイクみたいな、ドラえもんとコラボしてたやつ、それもね気になってて、それも飲みたくって言ったんだよね、同じ日に。あーチョコバナナパイ、あ確かにあったね、それも美味しそうだったけど、そっち頼まなかった。ラムネのシェイクは美味しかったよ。あれも行ってみたい、私マックカフェみたいなやつの行ったことあるんだけど、マックカフェもなんか一緒にあるやつ行ったことあるんだけど、そっちの商品頼んだことなくてあのさ、マカロンとか売ってるやつ、なんかマカロンとかフラペチーノみたいな、フラペチーノじゃないか、フラペチーノはあれかスタバか、なんかそんな感じのやつ売ってる。そう普通のマックだけのところは売ってないんだけど、マックカフェもあるところはフラッペ、あフラッペかあるんだけど、そうなんか行ったことはあるんだけど、普通の多分商品頼んで、そのマックカフェの方の商品頼んだ記憶ないんだよね。行きたい、マカロン食べたい。そのなんかあとフラッペが自分の気になるやつの時にどんなことマックカフェのやつ食べたことないや、ドリンク系も。なんか月見パイ、そう月見パイ、月見パイ気になる。去年もあったよね確か、見覚えあるもんそれ、月見パイ去年も食べたいと思って結局行かずに、その期間食べれなかったんだよね。食べたことないだから月見パイ、今年は行きたいな、行けたら行けたらいつもそのスタンス、行けたらみたいな、行けそうだったら行って食べたいけど、チキンバーガーも食べたい。なんかさ、わざわざ行くってより、なんかそのお腹が空いてて近くにその時にあればぐらいでいいんだよねそう、マックのためだけに外出するってことではないかも明日からクレール、モンブラン、あれか、そのつけるバーガーのあのシリーズのやつで入ってるとか、あれモンブランだったのか、え美味しそう、モンブランも好き。15分、あ13時ぴったりになったら決めます。デリバリーあるけどさ、デリバリーってさ、マックデリバリーは別料金かかっちゃうじゃん、あやばい、配達してもらうと配達料取られるじゃん あとなんか普通に出前っていう手段もあるけどさ、ちょっと割高じゃんこの料金、だから、それだったら普通に行った方がいいなと思うけど、でもマックのためだけに、その商品がめちゃくちゃ食べたくてならいいけど、なんだろうな、そこまでじゃないかもしれない。グラコロは行きたいグラコロは、グラコロだったら行きたいかもしれない。グラコロは好きなんだよねだけどそうだな、そのためだけに行くほどでもないかも。お腹空いてる時に近くにあったらぐらいでいいかもそのぐらいで。そう、私あんま Uber とか使って、 Uber1 回しか使ったことない、今までで1回だけ。出前系も
ピザのね配達はね家で何回かしたことあるけど、マックデリバリーはそのなんか友達の家でなんかマック食べるってやつ、その時に1回だけ使ったことがあるから、でもそのぐらい。ウーバーはね、なんかチキン、なんだったっけな、なんかヤンニョムチキンとハニーバターチキンみたいなやつの頼んだ。チキンが食べたくてそれ韓国のああいう感じのチキンがめちゃくちゃ美味しかった。それそれが食べたくて、それでもそれだけかな。そう、東京いるときに使った。でもその1回だけ。大分も使えるんだけど使ったことはないや大分もね使え、全部では使えないけど一部地域みたいな感じで使える確か。使ったことないか分かんないんだけど確かそうやって使えるはず。カニピザカニって音楽で買ったこと、あーピザなんかねテイクアウト専門のお店とかあってそこに買いに行ったりとかはあるかも。テイクアウト、普通のお店でテイクアウトしたことも多分ある、多分ある。でもね最近はねそのあれよりテイクアウト専門のお店で買いに行ってる。そのデリバリーの、デリバリー頼んでたのはピザ。でもそのピザ頼むって言ってもなんかお祝い事の時しか頼まなくて、基本誰かの誕生日とかクリスマスとか時に前はやってたんだけど、めっちゃ前だねそれ使ってたの。デリバリーとかいつだっけな、めっちゃ何年も前ココイチデビュー、ココイチはね行ったことはあるんだよ、ないわけではない、あるんだけど前すぎてそんなに行かないんだよね普段。最後に多分何回やるかも分かんないよ、小学生ぐらいの時かな行ってたの。なんかおばあちゃんとかとご飯食べる時に行ってた、行ったことあるんだけどねもう覚えてない、どんなの頼んでたとかも。うん、13時ありがとう。てんやてんやは行ったことはないけど、あのお弁当では食べたことある、お店はない。13位からランキングいます。13位としのりさんありがとうございます。12位そらんさんありがとうございます。11位ラックラックさんありがとうございます。10位としくんさんありがとうございます。9位まぼろしさんありがとうございます。8位ラスカールさんありがとうございます。7位まるさんありがとうございます。6位むむさんありがとうございます。5位にゃこさんありがとうございます。4位うどさんありがとうございます。3位けんちさんありがとうございます。んランキング変わっちゃった。13巻も買えも13巻も買えますね。13位バトニーさんありがとうございます。12位ラスカールさんありがとうございます。11位ひのにゃんまるさんありがとうございます。10位まぼろしさんありがとうございます。9位まるさんありがとうございます。
8位ママさんありがとうございます。7位にゃこさんありがとうございます。6位まこアットマークチームエイトさんありがとうございます。5位ケンジさんありがとうございます。4位ウドさんありがとうございます。3位ラクラクさんありがとうございます。2位おまめさんありがとうございます。そして1位がまさよしアットマーク今日もきょかたぶさんありがとうございます。やば落ちる。ありがとうございました。ありがとう。今日の夜も多分配信今日の夜もしてるんで、何時ぐらいかな、公演終わり23時前ぐらいからできるかな、できそうだったら多分してるけど23時台からになっちゃうかな、わかんないよ。これ終わってできそうであれば、できそうになったらします。夜もするちょっとわかんないけど、でもそんぐらい22時台か23時台そんぐらいでやってます多分。じゃあそろそろ終わろうかな。ありがとうございました。そう、ちょっと今から B 公演行ってきます。2週間半ぶりの B 公演。じゃあそろそろ終わりたいと思います。じゃあありがとうございました。また配信は夜、また夜。バイバイ、ありがとうございました。また